どうすか？おーい、大丈夫？どこから来た？住所どこ？てか LINE やってる。あ、ごめんなさい。よかった。もう引いてる引いてる引いてる、もう引いてる。あ、あなたは誰？スパイダーマン。ちょっと黙っとけ。君は私を知ってるはずだよ。思い出さないとね。さ、こっちがついておいて。剣の声喋りすぎる。あの、ね、どうしたの？いや一緒や。待ってるんですか。あ、その呪いって？忘れてしまってるんだ。ここを出て家へ帰って思い出を探すんだ。思い出を探す。思い出って、それはキーワード。さあ急ごう、時間がなくなっちゃう。仕事できそうやな。もうとりあえず呪いは払わなあかんっていう話。それ呪術改正。止まるな、走れ。ねえ君、見えるかい。まあでもさっき見たばっかやから。眼球お化け、どこの声なのかな。うんうんうん、どういうところで眼球お化け来たらもう怖いのないやろ。完全怖い。なんかキリンの首折れたバージョンだよね。どうやって切りちゃう。何あれ、幽霊たちだよ。ああやって異動の場所さまよってる幽霊。ここを通るの？当然の質問した。そうだね、見つからないようにね。あれ無理。ちなみに見つかったらどうなる？うん、そんなもん。どうやって？あの幽霊をね、私たちが認識すると襲ってくるんだ。彼ら目を合わせなければ私たちに気づけないんだよ。なるほど。こっちの方はおそ松言うて。ちょっとお前うるさいなこれ。一回で治らなかんちゃうか。やって。なるほど。目を閉じてゆっくり歩く。これから本番。手の声。同乗してる間目を閉じます。手の声を指示します。なんか黒いもやが出てるね。私についてきて絶対飽きちゃダメだよ。絶対開けんよ、そんな幽霊なんて。開けるな。誰なんて、やってんなん。幽霊走って50回です。アホ。アホ。ここまで行ってもさ、走ってさ、通り抜けちゃってもさ、これで幽霊。アホおるわ。開けて大丈夫。大丈夫これ。あ、この人も隠れてるとじゃない、大丈夫これ。お姉さん、もしかもしかね、目やられたんちゃう。あ、この人も。うん、どうしたの。引っ張ん、え、何え、
何を着とんのこれ。うわ、じゃあ。お？そんな風呂行って。どんどん失われる。簡単に言ったらあれか、全部の大事な思い出を忘れてるこの主人公。まあそうやね。でまあこの人のこともわからなくなった。まあ合ってるかどうかすらわからんねんけど。まあ、見る人は言ってるからあれやけど。最近、なんな鳥居が。それが出口になっているから。これを見ていくといい。待って あかんよ。朝の6時言うてんのや。それまではもうお姉ちゃんなんか、ん？そういえば、さっきお姉さんに時計をもらった。あれ？時計に紙切れが挟まった。読んでみよう。挟まった紙を拾った。絶対に後ろを振るんかない。整った字で書かれてるやつ。とりあえずあれやね、鳥居の先に行ったら鳥居だ。ここが出口。目を閉じて歩き続けるんだよ。目を閉じながら歩くなんて俺絶対嫌だ。ちょっと待って、なんか赤いやつおるよ。なんか良くないやつ。ちょっと待って、なんか左側行ったね。これはさっきのお姉さんじゃない。
振り向くな。ブラフ張ってくる。目を閉じつつ何があっても動くなと。前に進むつけど。はい、ワンデス入ります。もしかして？うわー、おーすっごい。俺は向いてねえぞ。何今の？帰ってこれだよ。でも待って、帰ってこれてるかこれ。なんか明らかやばそうなんやけど。あれじゃん、限りなくアウト。お、どこだろう。あ、こちらじゃん。なんか良くなさそうだね。鉄格子が、お前だこれ。私の町だ。鈴。鈴ってあのお姉さん。これじゃ学校の屋上に。これ学校の屋上やな、これ。見てた。一緒やな、これ。うん、あれやな。場所はちゃうけど。うん。ここ一緒ちゃう。でも、学校とは違うらしい。汚い、汚い。汚いって言うねん。そう、あのお姉さんがいている。ああ、呪いを解くヒントは私の思い出だな。こっちに帰って、何か思い出せるかもしれない。とりあえず家に。お、麦しいよね。大丈夫？しないよな。麦、迎えに来てくれたんだ。かわいいな。麦と一緒にお家に帰ろう。行く。いやー、教えてくれんのやな。ちょっと待って。早すぎる。待って、ちょっと怖いぞ。階段レストランですか？リプレイパン。懐かしいな。そのようにされてるね。大丈夫これ。土地開発置いてかれてる。お、お前俺よりさっき言ったのに、お前遅れてきてんのかい。岩どっちかな、入らない。これザバやったらなんかちょっとムカつくな。あの猫、俺な。看板に張り紙が貼ってある。敷地内のものに絶対に重要そうだね。重要そうってこと。確かに。いやでもほら、移動させただけだ。そうくらいですか。